高級を追放された希代の悪女は利休で愛犬をモフモフしてたい、をレビューします。まあ正直話はどうでもいいですね。問題は漫画家の方です。本作の漫画家は、ゆきじ、という人なのですが、この人はコミカライズを専門にしており、その原作が月夜類と甘う石呂一なんですよね。まあ脇の方は一瞬で終わったのですが、クソ担当かな。アマウイの方はまだ続いておりしかも12巻まで出ているし150万部です。最強職勇騎士から初級職運び屋になったのに、なぜか勇者たちから頼られてます。ですね。内容は、パンツ、ですかね。ただのクソな狼なのですが全キャラがひたすらパンツを見せてきて、そしてただそれだけの漫画です。これが12巻も続いて150万部っておかしいよ。しかもアマゾンもアプリも不評しかないしな。逆にこれで打ち切られる脇の外事性が高まる。でまあそんなパンツ勇騎士の担当漫画家が現在同時に別作をコミカライズしていて、それが本作、高級を追放された希代の悪女は利休で愛犬をモフモフしてたい、なんですよね。話、普通。マジでそれ以上でもそれ以下でもないです。しかしながらクソから解放されたせいか、絵の質が明らかにパンツよりも上なんですよね。そりゃまあクッソ適当に書いて150万部とか、本当か嘘かわからん数字を出されたら真面目に書く気もなくすわなってのはわかりますね。手を抜いた方で金を稼ぎ、比較的マシな方は売れないけどちゃんと気合を入れて書くというのは、力配分としては適切なのかなとは思いますね。力を入れて書いても変わらないわけですしね。では裏筋から、中国っぽい国にて、高貴の李さんは上昇から名妃の暗殺を企んだということで、悪女認定をされてしまいました。クソな狼なので当然冤罪なのですが、特に李さんは顔が怖いということで日々悪女認定をされることで有名であり、この度政治的なあれこれで冤罪をかけられたりかけられなかったりしてしまったのだった。現在の高級内では豊満な肉体を持つ上昇の娘が絶大なる権力を握っており、一方で皇帝陛下は平民生まれの美人に心を奪われていたのだった。というわけでそんな感じの色々で平民娘に対する毒殺未遂事件が発生してしまい、その犯人として同じく高級に所属する李将軍の娘である顔面悪女が挙げられてしまったのだった。まあ話だけを聞くとほぼ確実に犯人は上昇なんですけどね。初見さん、さて顔面は悪女であるがこれはクソな狼なので当然李さんは清廉潔白な人物であり、その振る舞いも物を盗んだりした役人を叱責したとかいうちゃんとしたものであったのだ。だが顔面が悪女すぎるのでそれらは残虐にして横暴、つまり有罪、希代の悪女と呼ばれたのだ。そんなわけで上昇はなぜか悪女を手塚から処刑しようとするが部下が全力で制止したことで、西の利休という実質囚人を送り込む場所に追放をされてしまったのだった。ざわ、ざわ、そんな、ひどすぎる。もはや人としてまともな生は送れまい。ざわ、ざわ、しかし李さん、利休で静かに暮らせるんですね、やったー。ということで大喜びし、あっさりと命令に従うのであった。このクソな狼感。というわけで西の利休にやってきたのだ。西の利休は荒れていると聞かされていたが実際普通、ちゃんと食べ物などもあるのだ。ピキーン、しかし彼女は何やら大木に思い出があるとかないとかそんな感じらしく、その昔木に登って降りられなくなったところを助けてくれた少年がいたとかいなかったとかなのだ。このクソな狼感。ああそういうことね完全に理解した、わかっている、という。何のひねりもなくそのまま進む感じは実際クソな狼の味わい。なおその少年は皇帝ですね。でしょうね。逆に皇帝じゃなかった方が問題である気はします。あと彼女の初恋らしいっすよ。だがしかしやや、利休の庭に傷だらけの狼くんが横たわっているじゃないか。は、はうあ、この狼、皇帝様と同じ瞳の色をしているじゃないか。それじゃあ手当てをして一緒に眠りましょうねー。ずもももも。なんと狼は皇帝様でした。でしょうね。逆に皇帝様じゃない方が問題である気がします。といったところで、第1話が終わりましたね。おろろ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 特に本作の場合、
顔面悪女を一切無視して平民美人と皇帝がセクロスしまくっているわけで、その後で初恋がどうとか言われてもちょっとしっくりこないよねっていうか、なんだかんだでこの辺は悪役令嬢系のクソなローテンプレがナーロッパ舞台が基本なのも、ある程度の合理性があってそうなっている気がしますね。ナーロッパ世界での悪役令嬢云々は、中国の高級レベルでは側室とかがいないわけで、いても作中に出るのは一人か二人までで、そこで主人公の初恋がどうとかいう分にはあまり違和感もないわけですしね。しかしながら中国式の高級だと従業員の女中だけで1万人とかいう規模であるので、マジで種を残すだけになっているような場所なのであまり初恋とかって納得しにくいですね。でもそんなことはどうでもいいんだ。重要なことじゃない?重要なのは絵の質ですね。まあぶっちゃけうまいわけではないのですが、明らかにキャラの絵が丁寧に描かれており、パンツの方が1丁寧だとするとこっちの方は4丁寧くらいになっているんですよね。実際私は初見時に同一人物だとわかりませんでしたからね。あまりにも丁寧すぎて、パンツの方がマジでくっそ適当にパンツだけ見せ続けるゴミであるのに対して、こっちは構図からして特にパンツとかを見せないようにしていましたからね。つまりパンツとかいう、クソ適当要素をあえて入れずに作品を仕上げようという黄金の意思が入っていたので、この意識の時点からして丁寧さが完全に別物なんですよね。うまいかどうか、微妙。この漫画家はもともと人間の絵特にドスケベ丸み女だけはギリ見れるレベルなのですが、背景とかがくっそ下手くそなんですよね。というか本作でも背景はほぼ漫画素材です。なので漫画素材がある背景は漫画素材なのでうまいのですが、漫画素材にない背景は、自分で描く必要があるのでくっそ下手くそなんですよね。下書きをそのまま背景にしているような、異常な線の乱雑さを見せつけてくれます。あと人間も人間で問題があって、同じポーズなのにコマごとに顔が違ったり、全キャラ顔が同じなので誰が誰だかわからなかったり、とにかく雑、という印象が強いですね。それでもまあパンツの方よりは頑張っていますね。実際パンツの方でクソな朗読者は漫画家の絵とか期待しておらずエロだけを期待していることを見せつけられているでしょうし、その中で別作とはいえちゃんと書こうとする意思を保てるのは、不屈の精神を感じて嫌いではないですよ。好きでもないですけど、じゃあまあ一応は続きを見ていきましょうかね。やっぱり毒は上昇が持っていたらしく、ついでに言うと平民の美人はなんと男であり皇帝の側近でした。そうはならんやろ。こことかは特に、皇帝が平民美人とやりまくった上で初恋がどうとかいう話を成立させようとした、原作者の努力なのでしょうが、そのせいで明らかに意味不明になっていますからね。お月が山ほどいる高級でどうやって男であることを隠すねんっていう話ですね。だが平民美人男に毒を持ったついでに皇帝は呪いをかけられてしまっており、そのせいで狼の姿になって傷だらけになっていたんだってさ。このまま本殿に戻ってしまっては、上昇の魔の手が実際危険なので、当分はこのまま離宮で過ごすこととしました。なお皇帝陛下は狼の姿の状態で上昇に捕らえられていたらしいっすよ。逃がさないように気を使っていたんだってさ。何が目的なんでしょうね。ビジョンが謎すぎる。上昇の一存で皇帝を隔離するとかいう公金の乱不可避な謎の企みをしていた上昇は、今後のことに頭を悩ませるのだった。もっと建設的なことで頭を悩ませたら、さて一方で皇帝狼くんも実際顔面悪女に惚れているわけなので、離宮での生活のついでに、狼の姿のままで思いっきりイチャイチャするのだった。その後平民美人男が女になったり、なんか皇帝陛下が顔面悪女に愛を囁いたりしつつ第一巻が終わりましたね。やっぱり中身がないじゃないか。というか舞台を中国っぽくしない方がいい気がします。悪役令嬢もののほとんどが中世ヨーロッパ風つまりナーロッパ式世界を舞台にしているのは、ちゃんとそれなりの理由があったのだということが本作を読むとよくわかりますね。いかんせん中国は、基本は一夫一妻制、一夫一妻とは言っていない。であるキリスト教圏とは違って、男こそ最高にして思考、女は全員ただの道具、という儒教圏になりますからね。別にフェミニスト的なあれではなくて、
昔の中国のとても前向的なエピソードとして、金がないから妻を肉屋に売るわ、が残っていて、それが許される程度には、マジで女の人権とか絶無に近いですからね。こういう舞台で悪役令嬢云々をされても、正直に言って順当に行くと惨殺エンドになる未来しか見えないのでしっくりこないんですね。キリスト教圏の方はなんだかんだで女の人権はある、あるとは言っていない、程度ではあるので、女の初恋がどうとかいう話もまあ受け入れやすいところはありますね。なので本作では悪役令嬢を中国系舞台でやるのはやめた方がいいと思うよってことと、漫画家が手を抜いてもエロがあればクソな朗読者は買うということを学べることが、一番の価値ですね。ストーリーの質？そんなものはない。意外性もないしね、総評ですが、クソなろう界隈のクリエイターが学ぶべきところが多いクソなろう漫画、ですね。実際ゴミみたいなゴミ原作を順当にコミカライズをしても当然ゴミにしかならないわけですので、原作を無視しまくって色を入れまくるか作者由来の完成ギャグでぶっ壊しまくるか、どちらかにした方が、ただのゴミ、となるのは回避できるのではないのかといったところですね。最後に漫画家ですが、まあ、うん。パンツよりかはマシだけど雑いね。せめて線をデッサン画みたいに重ねるのではなくちゃんと一本線で清書した方がいいと思います。それでは今回紹介しました作品。高級を追放された機大の悪女は利休で愛犬をモフモフしてたい。クソなろうで重要なことを反面教師として学べるのでクソなろう漫画家はぜひ読むべきですね。以上です。ほな、また。